どうしようです、モンスト実況前回の続きからやっていきたいと思います、今回もベリアル、極みに挑戦したいと思います。まあとりあえずゲットするまでは、うん、粘りたいですね。これ2体いるんやったっけな、4体2体ベリアル俺2体いる。まあとりあえずマルチでサタンの進化素材として、まあ神格だ。まあまあ悟るからでいいか。じゃあよっしゃ、俺は何しようかな。フェンリル、フェンリルか、あれちゃん桃太郎かどっちかちゃん。じゃあハーレックスでいいか。まあ誰でも大丈夫やけど、フェンリルでもええで、別にダメージオールあるからな、あそこ。うん、あとワープあるからフェンリルでいいんじゃん。フェンリルでじゃあ、うん、使ってみてやん一回。あんま使ったことないやろ、フェンリル。フェンリル前は濃厚やったっけ。前濃厚やな、一応。じゃあノムの2体いこうかな。前なんかあんまダメージオール食らった思い出がないからな。確かに、うん、募集した再検索。マイスターはどこや。ノムの2体おるからいけるんちゃう、やっぱ。前も桃太郎ってやったっけ。うん、前桃太郎ったな。もうこれいけば本見桃太郎。まあサソリだけやったもんな、ちょっと鬱陶しかったな。確かに、うん、あいつが邪魔したやな。うん、そのスピードクリアの今回スピクリとノーコンダブルで狙えそうな感じするような。悪魔の森シンフォニー、まあ、そこを狙っていきたいしな。ててて、いきなり来た、サソリおるやんか。めっちゃ食らうやん。イエス、飲んで右行け。オッケー。うーん、まあまあいい、当たるんじゃん。今回爆発薬おらんのか。まあ、起爆おらへんよ。ほんま起爆おらへんねん。まあええか、いいか。ワープ、うわやば。え、こんなん避けられへん。倒せ、おっしゃー。オッケー、はい、どんどん強いな。オッケー、ダメージオールこれで効いた。オッケー、もうもらった、もらった。もしかもサソリも死んどるし。早いな、フォーミングオーシャン。早いわ、サソリの寿命が短い。いやな、楽勝でスピクリいけたら。そうやな、もう今雰囲気的にいけそうな感じするな。このままいったらいけるかな。わーん、おー、オッケー、まあええんちゃう。あ、倒れるかも。まあやろ、オッケー。結構なんか長かったんじゃん、もう最後まで。そうやな。お、武士にゃんおるやん。武士にゃん、武士にゃんは最初妖怪ウォッチ出てたね、今。武士にゃん、妖怪ウォッチしてもどうかやったな。武士みたいな武士にゃんになってないの多分。武士にゃんってキャラおったん。いや、おったか分からんな。おらんわ、おらんわ。俺の見たことない武士にゃんなんか。聞いたことないわ。武士にゃんってあれなんじゃん、ご当地キャラなんじゃん。キャラだっけ、なんかそんなやつおらんかったっけ。なんかおったな、マスコットキャラみたいな。ファンタスティック、ダメージオールやっぱいいな。うん、ダメージオールがあるだけで楽になる。その武士には倒しとこ、とりあえず。オッケー、2枚抜き、よっしゃ。もう、うん、そこ行ってまおう。せやな、なんか溜まってんかったら、なんかノンノンのやつでいけそうな気するんやけどな。ノンノが下に寄ったら嬉しい。フェイ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 、いやー、前に行ってもた。ゲットしろ、そうそう、ベリエラ欲しい。うわー、こいつ4本ってえぐいな、やばい。とりあえず俺がターン回ってくるまであれ消え取ってほしいな。俺だけはもうアンチダメージより持ってない、これきついな。うん、こんな避けれへんもんね。狙うぜ。あ、次のターン行っても、あ、まずい、やばい。いや、なんとか避けれるんちゃう。おー、いけるわ。もう4箇所行きたい。上下運動や、うん、避けれたわ。もろた、もろた。よっしゃ、オッケー。地味に痛かった。まあここ誘うとダメージオールさえ気をつければ、ベリアル自体は攻撃少ないの、低いもんな。そうやな、うん、おい、オッケー、もう倒せるんじゃん、これもらった。宝箱ゲット。下にズキンちゃんいっとってほしいな。下ズキン、うん、難しいな、それが。あ、欲しいんだ。おー、いいね。まあ、ええんちゃん、もう溜まっとうしな。12段、早っ。12段ってめっちゃ短いな。
でも一人頭巾が下おるから。オッケー、来た。しかもええ感じのポジション取ったぞ。これもろた、もろた。よっしゃ、オッケー。ほう、もう使うか、使うか、使ってんじゃん。どんどん使っていこうもん。てて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 、落とせ。めっちゃ食らう、めっちゃ強いな。レシピ低い、まだいける、うん、弱点になってしまうな。極めやから、ノンさん。私はそれだけやな。アドラーで片付けれるな、多分。オッケー、オッケー、やった。もうサソリ早く倒せるんでかいな、やっぱ。そうやな、こいつでだいぶターン取られるもんな、普通に引き寄ったら。もう普通トリビンやるし、どっちかに当たってほしかった。フェンリーでも追跡やもんな、うん、あー、よっしゃ、倒してくれ。ははは、よっしゃ、いったー。あと7ターン。上下じゃない、ちょっともう、行ってほしいな、これで。そうやな、ここで行きたい。行け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 、くそ、回復だけ取って終わりやな。6ターンか。まあまだ行けんことなさそうやけどな。次、もらったやろ。そうやで、行ける、行け。あとは久田がどんだけうまく当たるかやな、ストライクショットが。どんな方、テクテクテク、どこや、あ、下か。ポジションおるやん。フェンリルが下挟まりたいな。オッケー、おーっと、出てた、出てた。いやでもまあ、なんか上なんかおるやんけど、何こいつ、分からん。こいつ何や、こいつ回復させてきそうじゃない。そうだな、魔法使っぽい雰囲気出しとんな、ちょっと若干。よっしゃ、オッケー、オッケー、オッケー。ワープ打っとしな。このワープとこのダメージオールのスーパーコラボやばいな。うーん、あー、これこっちから行った方がいい。あ、オッケー、なんか倒した、魔法使いみたいな。魔法使い、あのモアイズは邪魔やな。もう下できるんちゃう、これ。もう使うしかない。どんなのか知らんけど、ランダ系か、ランダ系。溜まってない。うわぁ、外した。ゲージ？ゲージ。ゲージなんか溜めた方がいいらしいな。うわぁ、もうここにかけるしかない。これ行くんじゃねえの、これもう一撃で。ラスト一発。行け！勝った。これだ！あれ？上がらせるやな。全然上がらん。上がらん。あー、スキプリできんかった。まあ、ええか。まあ、濃厚やったらいいんじゃん。で、まあ、濃厚のボーナスないけど。ないな。それは使おうと。あの、行ったんけ。ラッソル、ストライクショット来たぜ、来てくれ、金。おっ、高野、高野、やばい、やばい、本が来たんじゃ。あー、緑の綺麗な球や、緑の綺麗な球、緑切れや。結構極みお父さんからな。くそ、落としてくれよ、来てくれ、来い。ああ、はあ、くそ、ラックがないって寂しいな。極みってなんか手に入りにくいな。そう、イメージがついてほしいな。ラックモーラスもやりたいな、やっぱな。スピクリかラックどっちかいるな。どっちかいるな。うん、どっちかいるわ、これ。ラーじゃなくてもフォルスでもいける、いけるっぽいけどな。あの、レッチリード連れてんじゃん、レッチリード。炎やし。爆発役として。いや、あいつ中途半端やもん、まだラック。99、90ないもん。まあ、あいつで行ってもいいけどな。もう一回行く？もう一回行こうか。あ、でも俺次じゃあ、俺は行こうか。で、俺フォルスとラーで行くわ。30いるやつ。30やったっけ、あれ。35ちゃん。31回しかいけへんやん。ホルスとじゃあラーでいこう。ホルスラー、まあ、起爆役いるやろ、一人で。ノンノいるから、俺は。まあ、ノンノいるな、絶対。うん、ノンノはいる。ノンノダメージオール持ってほしい。いくぞ。今度こそゲット。よし、行こう。行きます。行きます。3回目。さすがにもうゲットできるやろ。で、極みってやっぱ 10% とかなんかな。この極みしかない時でも。そうちゃん、あ、なんか動かなかった。オッケー、反応した。よっしゃ、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 ノンノでいけるやろ、これ全部。もうノンノとラーでいけるやん。もうもろた。あー、ワープ打ってほしいな、こいつ。あ、いけ、もいけそうな感じや。ワープや、ワープか、もはやいけそうだぞ。当たらなかった。お、やばい、
入ってて、はい、おーい、オッケー、いいとこ、おいいとこ、てってってん、てってってん、てってってん、あー、入り込まれた、あー、どう、際どいな、まあそこあったら、いけそうな感じする、あー、まあワープか、ワープを読んで使うと、おっしゃ、当たった、ワープを避けるという技術、ワープ避け、通称な、通称、通称、ベリアル、攻撃弱いな、ベリアルは弱いんやな、ここ別に、えい、たた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 、男性男性セソリ、おっしゃ、ベリアルは、ベリアルは死んでない、ギリギリ残っとるやん、でもこれ弱いからあんまり正直全然問題ないよな、これ、あ、これちょっと弱いと思う、結構、よし。オッケーオッケー、すべてがオッケー、ベリアルがちょっと生き残ってる、オッケー、カンカンカン、下行ってよかったね、もう行きたかったね、無理やったね、なるほど、まだあれか、武神やんか、この辺だけ、ほんまザコいからな、これは弱いな、下に行ったよ、下にホルス弱いね、やっぱそうやな、うん、レベル5と比べたら、星5と比べたらあれや、かすむな、グッと、グッ、分割ダメージオール、新しいな、まあ問題ないかな、いや問題ないな、うまい、敵のっぽい、まし、あ、ょ、いったんやから耐えれるよな、はい、ラーだけやしな、ウォールみたいなダメージとかみたいな、あと上かい、ホルスも別にゲージであるしいけるな、次の敵はオーラッキー、お金か、ゼニー見らんけど別に、テクテンテンテクテンテンテクン、エッセンスモロッキー、金玉、ゲット、あんま今金いらんねんけどな、経験値の欲しいわ、オッケー、次飲んのか、飲んの下行っときたかったけど、まあええか、次は、まあ、次下行ったやん、うん、いけるかな、いけるかな、俺はいけへん方に、じゃあ100ベッド、いや、いってもそうやん、あー、いった、おーまっ、おーまっ、うまいな、狙い通りやな、最後の生き方、そういう5段まで俺力発揮するタイプだ、ほう、タカとの違いやな、そこは、なるほど、確かに、決定的やな、決定的な違い、その決定力やろ、要は決定力が違いすぎるやん、 OK、 ドゥ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 、お茶ねえわ、決定力、決定力不足やん、だからいつもお茶の二刀流でいこう、よっしゃ、さすがにでも飲んのおったら強いな、やっぱり、うん、一匹あるノンノの大砲えぐいな、ノンノ砲、ノンノ砲、あー頭巾砲はずれた直感、もう行くしかないやろ、もう下ずれたやろ、あ、そう、下だ、まだええんちゃう、これボスちゃうで、ちゃうか、下行こう、あ、ミスった、うわ、やらかした、あー宝らしいな、宝らしい動きやるさっきの、今の俺俺なんか宝らしいという意味になっそうかな、おう、ほんま高かったな、結局のところ高かったよ、またわ、どう行こうかな、行こう、ラー狙いに行こうか、誰でもいいでも、めっちゃやばい、よいしょ、あぶねー、あぶねー、いや、ダメージオールないこれ、あ、そう、ゲージだ、ゲージ、ちょっと戻ったやん、また毒受けだし、ラッキーやった、今の、ほい、あー、惜しい、あ、いた、毒、ワープが邪魔やな、非常に非常に邪魔やわ、爆発したで、うわ入った、最悪のパターン、いけ、あー惜しい、爆発せんかった、ホルスに当たってほしかった、しかもボスの方に行っとうからな、サソリ倒したんやな、とりあえず爆発した、これ倒そう、自分は自分で爆発できんからな、
おい、サソリカゲットオーブ。結構 HP やばい、もしかして。やばいな。サソリ倒してんからな。うん、地味にベリアルも残ってほしいな、これ。ファンタスティック。サソリ倒せ。サソリの方行かへんのやな、あのビットンが邪魔して。やっぱベリアル倒すべきやったよな。やばい、HP やばい。ベリアル倒そう。したい。あーうーどんどん下おらへんかったらきついな。あやばいや、えあー終わるんちゃう、取るしかない、取れ相手一旦攻撃が一つ、ドック食らうから取れよ、行こう、よっしゃ、おおいいね、でも倒してもらうじゃん、おーいやばい、やばいで、回復はでかくなると、でいいタイミング取った方がいいかもな、もう取った方がいい、はい、ゲット。落としてほしい。ボスだ。ベリアルが欲しい。早く。ベリ痛いな。うん、ベリリ痛い。今回ノンの方が2体おらへんのが痛いな、ちょっと。そうやな。痛い。そこはちょっと補いたいな、なんとかして。微妙なとこやな。また。スタートしてんか。おっしゃ。オッケー。よし、オッケー。俺とりあえずそっちに向かおう。よっしゃ、成功した、成功、赤ずきんが下につけてくれた、嬉しい、どんなこと違うの、ここから、いや無理や、遠いもったいない、ここから違うの、全然俺は当たるとこがおらへん、ちょ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 、そう、もう一回入れ、オッケー、おいラスト、ありがとうございます、出てこい、よし、いい場所、来た、いい場所、もろた、これぞまさにもろたや、誰が当たるかやな、次の俺のバンカー上から行くかな、マジでくれよ、うわ寒い、やばい、下まで行け、くそ惜しいな、結構食らうやん、ワープ来たし、おでもタコワープアンチ持った方がいけるやん、ほんまいけるどんどんいけるやん、そっから回復取る感じか、オッケー、倒した、よっしゃ来た、オッケー、よっしゃ撃破、でかい、アドモラー強いと勝てるもんな、サソリ倒したら、おコルス行こう、回復が出てった、よっしゃ、すべてをもらう、オッケーオッケーオッケー、うまい、これはもういったんちゃう、びっくりいけそうやな、うん、下倒した、で誰も使ってんやストライクショット、これいったやろ、下行こう、下、おいマイク、オッケー、いけ、オッケー、どこ行ってん、最後右下やったかな、右下やったと思うな、だからあんまり追い出される意味がない、いや弱点のもまやくや、おう来た、使っていこう、もろたショット、またもう邪魔されと、ウォールにウォーラン邪魔されと、ウォーラちゃうわ、バリアか、これは無理なんじゃん、最初に当たったやつだから無理やな、うん、もう多少でいいんじゃん、その緑か、まあ、それかラー行くかどっちかやな、あ、オッケーオッケー、これも使わなあかんもんな、うん、いやな、次俺はあ、これワープ入ってまうパターンやな、ワープを考えて、オッケーオッケー、よっしゃ、ちょっとしたらダメージオールは大丈夫か、オッケー、オッケー、よし、あと3ターン、逆転きた、ノンノがどれだけ与えれるかやな、いやな、若干なんか厳しい気してきたな、うん、2ターンは無理やろ、無理かな、正直な、最後 HP 高いもんな、そうやな、結構結構のお手前やからな、ワープ邪魔やわマジで、もう倒そう、普通にどこ行こうかな、マジダメージオールしてノンノじゃなくてあれ、あれ天竜とか近いんちゃう、うお、倒した、倒した、オッケー、これでダメージオールの恐怖消したな、これでもう心置きなくラー動けるぞ、てん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 、オッケー、まあもうゆっくり倒せていけるんちゃう、モードスピードでもいいやな、うん、いけるやろ、もうこいつだけやったら、ちょっと遠いけどやってみようって、いけい、おーおーおー、60万、やっぱ弱点やと効くな、うん、HP がちょっとやばい、もらったやろ、もらった、うん、オッケー、よっしゃ、ああ
惜しい、あと一発。もう勝ったやろ、余裕やん。えい、オッケー、オッケー、クリア。落とせ落とせ落とせ、ほい。あー、困った。さあ、もう勝った。でも今回はホルスレッドから690は1個だけやからな、効果発揮してくれ。でも落とすもんな、ラックで。いや、落とすで結構楽で、案外普通に来い来い、あ、来た来た来た、おしゃ、2個来た、2個ゲット、よっしゃ、よし、ホルス、よくやったな、ちょうど耐えた、よっしゃ、ラックやっぱ大事やな、うん、大事やな、大事やわ、ラック2体来るで嬉しいな、うん、同時はでかかったな、しかも別にホルスでも普通にいけたしな、ノーコンで、確かに、テクテクテーン、なんかノンノンがほんま、今回めっちゃやつだったな、でもこれもっといるんやろ、本来だってアスタロトとか進化されたらベリアルいるやん、確か、そうってなったら、たかアスタルトを進化させるとしたらベリアルまたいるしな、うん、まあ、また取っとくか、そうやな、うん、いや嬉しいわ、いやーよかった、はい、峠取らず、一応ベリアル、2体ゲットしたんで、これでまあタカのサタンはあと3つか、あと何だっけ、まあなんか3種類、まあ多分いずれイベント起こると思うんで、それが来たら、取りに行きたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました、バイバイ。